速八の字はなんとかできるんですけど、その先ってどうやって練習したらいいんですか。八の字をまずはちっちゃいんでもいいからこうやってやってて大きくしたりとか、逆にこっちをちっちゃくしてこっちを大きくしたりとか、両方大きいやつでやってみたりとか、それができなきゃ二足なんてできないから。まだね。